カデナ駅は1922年3月28日から1945年3月までの間、沖縄県茶丹村カデナにあった沖縄県営鉄道カデナ線の駅である。カデナ線の終着駅であった。ホーム2面2線の地上駅、友人駅で側線を有していた。駅からは西側にあったカデナ製陶工場への引き込み線があった。駅構内に運送会社があった。 沖縄本島内における鉄道の最北駅であり、これより北の北部地域への中継地としての役割を担っていたため、利用者数、貨物取扱量とも多かった。特に、カデナ製糖工場への引き込み線があったことから、貨物取扱量は他の駅に比べてかなり多かった。鉄道により、米、食料、雑貨などが運び込まれ、砂糖や、 農産物などが出荷された。旅客利用者数は、県営鉄道の駅では、那覇駅、与那原駅、浅戸駅に次ぎ4番目、貨物取扱い量は、貨物駅であった、桟橋に扱い所駅さえも抜き県営鉄道の駅の中では最大であった。駅の南西には、カデナ集落があり、北には沖縄県立農林学校、西には前日の通り、カデナ生徒工場があった。 また、農林学校よりも北には、肥者川が流れ、河口にあった、徳地港は、物資の集積地ともなっていた。北へ伸びていた県道は、肥者橋により川を渡っており、水害を防ぐために建設された5連続のアーチ橋で、あったが、沖縄線により破壊された。現在のカデナロータリー付近、あるいはカデナ町役場付近にあったようだが、米軍カデナ飛行場の建設や、 カデナロータリー再開発により、周辺の道路は当時とはほぼすべて変わってしまったため、配線跡さえも確認できない。駅の西側にあったカデナ製糖工場は住宅地となっている。当駅及び周辺のサトウキビ収穫地域とカデナ製糖工場との間を、サトウキビやキビ製品を輸送するために付設された軌道。当駅と製糖工場を結ぶ。 県営鉄道の線路と収穫地域と製陶工場を結ぶ馬力によるトロッコ軌道の線路により成り立っていた。トロッコ軌道はカデナ線が開通する約10年前の1910年頃に製陶工場建設のための機械運搬用として付設され工場完成後は砂糖きび搬入用として使用された。従来製陶工場への砂糖きび搬入は トロッコ軌道により工場付近の地域からのみであったが、カデナ線の開通により搬入地域はかなり南下し浦添の内間地域からの搬入も可能となった。そのため内間から県営鉄道の線路を経由しての輸送が開始されたが、実際の搬入は大半がトロッコ軌道により行われていたようである。トロッコ軌道は北は現在の読谷村うざ。 東は、現在のうるま市揚げ名などと結ばれており、特に揚げ名へ向かう工場三里観観上岸は、多くの輸送量があり、伏線となっていた。一方、工場からの製品の搬出は、従来は前述の都口港などから、那覇港へ船を使って輸送していたが、揚げ名船海通により、天候による海難を心配する必要がない、鉄道による輸送がほぼ100%を占めるまでとなり、工場から、 県営鉄道の線路により、当駅を経由してそのまま、那覇方面へ輸送が可能となった。また、小歯倉駅近くにあったアルコール工場への糖蜜の輸送も、県営鉄道を経由して行われていた。製陶工場への運搬軌道は、かでな製陶工場だけではなく、西原製糖工場、儀の湾製糖工場、高根製糖工場にも付設されていたが、 カデナのものは最大の規模を持っていた。カデナ線が開通する6年前の1917年には、台車数は1000台を超え、軌道総延長も8 0トルに達していた。県営鉄道が30年の間に使用した車両は、旅加合計で103両であり、また総延長は4路線合わせて約4 8トルであったことから、トロッコ軌道はかなりの規模であったことがわかる。 なお、これらの運搬軌道は、生党期間中以外に使用することがなかったが、これらを旅客用として営業を行ったのが、西原製糖工場の佐藤キビ運搬軌道であり、与那原合わせ館を旅客運送を主目的とした軌道会社である沖縄軌道により運行されていた。詳細は沖縄軌道を参照。ありがとうございます。